はい、みなさんこんにちは。寒い冬こそアイスを食べようの会会長の清金です。11月も後半に差し掛かり、寒くなってまいりました。寒くなってきたし、ホットコーヒーでも飲もうかななんて言ってるそこのあなた、甘いぜベイビーファイル。寒くてアイスなんて食べれないな。そんなあなたもお風呂に入り、体温ポカポカマックスファイルの状態に持っていくと、非常にアイスが食べたくなります。セブンイレブン金のアイス生チョコバー。金のアイス生チョコバー、とろける生チョコをバニラアイスで包んだ美味しいチョコレートバーです。では早速食べましょう。おお、来ました来ました来ました、いただきやす。うまい。外はパリッとしてて、その後にバニラアイスがふわっときます。最後に生チョコがとろーりという感じで、高級感漂うリッチな気分になれるアイスです。やべえ、垂れた。やべえ、ズボンついたぞ、やばいぞ、おい。これはいかんでしょう、これはいかんでしょう、ちょっと離脱。ダーッ。いやー、もう溶けてきちゃって、早く食べないといけませんね。アイスは溶ける前に食べましょう。最近この金のシリーズ結構セブンイレブンで出てますね。金の食パン、金のコーヒー、金のアイス。まあ最近コンビニでも結構量より質の時代というか、高級志向なものを発売するっていう傾向があるんじゃないかなというふうに思います。今日ご紹介したこの金のアイスバーも値段195円なんですよ。まあ確かに生チョコ入っててすごく美味しいんですけど、ちょっと高いかなっていう気はします。まあ1本90ミリということで、まあ量はそんなに少なくないのかもしれないんですけれど、150円ぐらいだったらもっと良かったかなと思います。そういえば全然話が違うんですけど、うちの弟のヒカキン、学生時代はですね、もう毎日アイス食べてんですよ。毎日食べてんの。しかもお風呂に入るとき必ずアイス持ってお風呂の中入ってくんですよ。それがやつの日課でしたね。さて風呂でも入ろうっと。ほんとこんな感じ。まあやつこそキングオブアイスなのかもしれません。はい、ということで気になった方は金のアイス生チョコバーぜひ食べてみてくださいね。それではまた次回の清金 TV でお会いしましょう。 See you next time。YouTuber, YouTuber, broadcast you instead of me. YouTuber, YouTuber, you may want to.